また新しい一日がやってきたと。大学に行くための、でも俺アホだから親に大学に行かせてもらえないと。どうも皆さんこんにちは。今まで熱を下げたりもしたと、熱を上げたりもしたと、でお金を集めることもあったと。というわけでなんと最新作です皆さん。今回頭を良くするという IQ が200以上あると。ストペ、だからまあ頭を良くすればいいんですよ。とりあえずまあいつものいいね、いろんオーマーイ、ちょっと待って、やばいのあんだけど、トイレに人参、これお尻に刺さるよ。まずいつもの通り親に挨拶していこうじゃないかと。マイマザーいますね、ダメね、います、あ、いました、いました、ビッグマザー。大学に来たらとりあえず目的は頭を良くして、で母さん楽しむか、まず母さんと俺の友達みたいに大学に行っていいかと。やめよ息子、あなた IQ がめっちゃ低いからお金の無駄になるよ。じゃあ俺の IQ なんだと、今の、そこまで言うなら、そこまで言うなら俺の IQ なんだと。脳みそぶち取った。10、今 IQ10 だと。わお、めっちゃ低いな。母さんいつも人参食べると IQ 上がるって言ってたから食べてみるかみたいな。今なんと悲しいことに俺の IQ10 なんですよ。タコが70あるから、多分金魚ぐらい、金魚は記憶力3秒ぐらいだからね、うんこした後も3秒で忘れるのに、うんこしたこと見てください。こいつ IQ3 だろ絶対。で皆さん安心してくださいというね、たとえ IQ 低くても人参食えばいいんですよ。人参食っていけば、ほら見て見てほら、これ上がってる上がってる上がってる。昔からね、人参食べる IQ 上がってるから単純なんですよ人生。だから便器の中に人参突き刺さってんのよ。お尻に刺すためじゃないと、食べるために、後々食べておくために便器の中に保存しておいたんです。賢いね、さすが IQ10。 というわけで6個ゲットしたので、今なんと人参食べたからもうとんでもないことになってると。もう IQ とんでもないことになってる多分。 OK 母さんと、IQ チェックしてと。あ、これ、なんだこれ。息子、15 IQ よ。大丈夫よ。本でも読んだりしな。なるほど。OK、バイ。ま、やっぱ、なんだかんだ言ってさ、小学生のとか、やっぱ、本読んでる人、大体頭いいイメージない。俺、本読んだことないから、人生で。OK、とりあえず。おー、ビリビリめっちゃ上がってるね。さすがさ、やっぱ本読むのいいんだね。読書感想文みたいなのなかった？なんか読書感想文みたいなやつ。1ヶ月何冊読んだとか、なんかそういうのなかった？というわけで、ね、もうやばいと。こんなに本読んでた。俺も10秒で5冊ぐらい読んだよ、今。誰だこいつ。This is so peaceful。なんて平和の街だ。うぜえ。本めっちゃ読んだから、さすがにね。本5冊読んだらさすがに IQ 上がると。それそうだと、母さんと。今どうだと。はい。脳みそぶんどって。はい、なに ?20 IQ と。ノッ。まだダメだ。その前全然ダメですよね。あれ？あなたのメガネはどこ行ったの？そうだと母さん。メガネをつければ頭良くなると。なるほどね。意味わかんないと。俺も普段ね、メガネつけてるんだけど、俺ほんとね、高校生ぐらいまでずっと目良かったんだけどね、ゲーム高校生ぐらいからめっちゃやり始めたから、その時にね、目悪くなったんだよね。もう悲しいと、ほんとにね。とね、目悪いと何も見えないからね。でも、皆さん安心ください。メガネつけるともちろん IQ 上がるんですよ。気持ち的には。Please、母さんと。メガネつけた俺の IQ やばいと。ね。それ、俺生きてんの不思議だな、それ。24 IQ よ。ちょっと上がったけど、まだまだ足りないね。Maybe I can try dressing up。服をね、ちゃんと着こなせばいいじゃないかと。なるほど、わかりますよね。アホな人がやりがちなことだと。頭よく見せようとしても意味ないんですよ。結局はバレるのよ。一般常識的だね。パジャマずっと着てるやつ絶対 IQ 低いやろ。俺もパジャマなんてないから、俺普段着で寝るから、もうそのまま。ある一種の IQ よ。IQ 高くない？俺パジャマないのよ。でもパジャマない代わりに普段着のまま寝ることによって着替えずに済むっていうね。あ、もうやばいった。頭良すぎるって言うけど、見てください。この、いかにも IQ100 以上あるでしょ、この見た目。ダンディーボーイって言うけど、これもうこれとんでもない、これとんでもない。母さんと、ビッグマザーと、もう一回チェックしてと。はい、脳みそぶんのって。脳みそでかくね？俺の頭入りきんなくね？ 30 IQ ね。低すぎるわよ。なるほど。6年前に渡された宿題を終わらせれば、賢くなるかもしれないと。確かに。6年前で俺の脳みその成長は止まってる可能性があると。宿題ね、なるほど。宿題やると IQ 上がる説というものを検証していきたいと思いますね、今からね。できないよ、こういう科学的な実験をできるのはこのチャンネルだけというわけで、チャンネル登録しかないでしょ。No. これでもし俺が実践したらみんなのために勉強するんだよ。勉強という地獄を見てください。見てください。この。ほんまやば。見てこれ。これ見てこれ。これ。これもうとんでもないことだよ。6年前の宿題やって IQ が上がんないことがないから。40 IQ 上がったね。わお。ちゃんと上がってきてるね。でもまだ低いね。インターネットに社会化すると IQ が上がるって書いてあったっぽいのよ。なるほど。確かに言われてみれば、いやでもわかんない。心が社会化すれば IQ も割と高くなっていくんじゃないだろうかということで、今日はなんと議会に進出します。
ありえないことよ。外の世界に旅立つことが。ゲーマーたちは、ハゲ軍団が、まずハゲ軍団と話してみると、Hello! おいおい、まあ、挨拶しか出てないじゃん、お前。あ、なんていいなんだ、今日は。Hello! 今日はなんて平和の日だ。See you! なら、こいつは絶対 IQ 低いやろ。Good morning! おはよう。なら、これ一方的に終わらすピーナッツ男たちだ、これ。はい、ビッグマザーと。今どうだ、今どうだ。今だいぶ上がった。もう大きくなってきてね、俺のお味噌。45IQ よ。やめね。OK。メディテーション。瞑想してみればいいじゃないかと。待って、俺でもさ、ちょっとさ、脳みそ上がってきてね。てか、瞑想したことある？俺ね、瞑想する人あんま信じないんだけど。まあ、でも瞑想するとなんか心のメンタルが柔らぐこと言ってるけど、俺の心はいつも波風のように静かだと。おい、スーパーサイヤ人化してんだけど、俺。おー、髪の毛入ってたね、今ね。新しい知識が増えるもんだ、毎日。というわけで、これ、瞑想した俺はもうやばいと。もうスーパーサイヤ人化しそうになってたもん。というわけで、待って、脳みそ大きくなってんのよ。見て、ほら、明らかにでかくなってるって。55IQ ね。こんな IQ じゃ大学に行けないわよ。OK。じゃあ、ちょっと、脳の運動、脳体操みたいなのあるじゃん。なんか、脳みそを活発に働かせるみたいな。あ、全然関係なかった。普通に肉体労働。なるほど。肉体、筋肉を使って脳を活発に活性化させてやると。OK。GO!GO! 腕外れてる！もう腕外れてるからいいんです。GO!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  15回もダンベルも、見て俺の右腕見て！ゴリゴリボーイよ、右腕だけ。ね？バランス悪すぎだろうと。ちょっと引き締まったと。右腕だけ。これも相当上がるでしょ。どうだ、ね、今どうだ、ね、今だ、ね、もう脳みそゲロでかいからね。65IQ よ。私邪魔すんのやめてくんない？もう、お分かりですよね。ここまで来たら。ここまでやる、来たら、やることは一つだけなんですよね。ウラニアのプールに行きます。で、なんとですよ。ウラニアのプールを脳みそだらけにします。はい、簡単ですよ。これ、なんでこんなことを思いついたのかよく知らんけど、脳みそだらけにするんですよ。祈ると、脳みその神に聞いてくださいと私のゴリゴリの願いを。来たね。やばいやつ来たね。見て、脳みそ持ってると。知識で埋めてくださいと頼むと。理解できないな。プールを脳みそで埋めて。オッケー。肝来ました。でもで、毎回爆発すると、こいつら来た後、これやばいと。事件よ、これは。ああ、まあ、でもこれでね、まあこれ脳みそ溜まったっていうわけで、これいけるでしょ。母さんの、もう賢くなるだけ。さすがにね、プールだって脳みそに埋めたの。あ、脳みそ取って。あ、どうなの？あ、どうなの？ 110! わお！ 110 ってすごくね？普通に。しかし足りないね。もう100超えたと。100超えって平均なんなの？平均 IQ。平均 IQ。一般人の平均 IQ 値は90から100。まあ。でもじゃあもう一般人よりちょっと高いってこと？待って、ちょうどいい店がなんか見て。賢くなりたいか？意外にも怪しそうなやついるけど、話しかけてくるんですよ。こういう時はしょうがないと。はい。Hey。賢くなりたいかい？なりたい！1兆円するけど、欲しいかい？と。何もらえんの？なんか変なポーションもらったんだけど、1兆円した。まあ、飲んでいくんですよ。Go！おーおやべえよ、もう怪物や俺。なんだこれ。これやばくね？これどうなんの？母さん、ちょっともう一回チェックしてと。脳みそから脳みそ取ってるやん。どういうことこれ。 200IQ。 映画館まだまだね。どういうこと、待って、おかしいね俺の家系。おかしいね、これ。ないねこれ。これやばいだろ。どういうことマジでこれ。待って、マグネット拾えてなってね。マグネットを太陽に向けろって書いてある。なに俺、引っ張んの？もしかして毎回なんで引っ張んの太陽。まあいいや、行こう。俺は大学行かないとダメなんだと。友達と一緒に。で、なんで引っ張ってんのか分かんないけど、太陽。もっと必要だと。もっと必要だと、IQ が。ゴー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 。ストロング？強くスキップ。なんでこれ？ストロング。おおえ？ちょっと待って。え？バッドエンディング。え？宇宙ロケット地球に引っ張ったんだけど俺。なんでそのエンディング？あそこスキップしないとダメだったの？これね、地球引っ張るじゃん。地球じゃない。太陽引っ張ろうとするじゃん。ここでスキップしないとダメなのよ。これ踏ん張って、うんこ出そうになるけど踏ん張ります。で、ここでスキップすんだよ。スキップすると？あ？なんだこれ？あ？なんだこれ？シンキングキャップ、考える帽子。お前もうとんでもない、俺もバケモンだよ俺。こうなってしまうんですよ。IQ を求めすぎた男の末路、これが皆さん。もうなんだ、もう元気をとどめてないと俺。もうここまで犠牲したから、母さんと。もう俺のインテリジェンス、知能を、ちょっと、調べてみてと。
1万 IQ。 わーお、すごいね。イーロンマスクになれそうだね。大学行ってもいいよと。来ました、なんと感動的な、これ、え、地球燃えてんだけど。あ、おい、グッドエンディング。あなたは大学に行ったが、地球が熱くなりすぎた。俺が太陽引っ張ったぜ。ということで、これらから学べることは一つだけですね。求めすぎは良くない。